スタートしました。揃いました。高ダッシュ2番の遠心光、1馬身リードを取ろうとしますが、5番のシゲルササグリが1馬身差、2馬身差の2番手になっていきました。2コーナーカーブで2番の遠心光リードを3馬身ぐらい広げていきました。5番のシゲルササグリ2番手、外6番のスーパームーンが3番手につけていきました。向こう10メートル出ました。この間に2番の遠心光はリードを5馬身6馬身と広げています。3番手から3馬身4馬身がいて、3番のアロマカフェ、その後ろ8番の X マーク、2馬身切れて7番トップカミング、内は4番の池ドラゴン、2馬身3馬身1番ファタモルガーナ最後方、8頭バラバラ縦長の展開、ぐんぐん飛ばします。2番の遠心光、向こう上面中間を過ぎてリードを10馬身ぐらいに広げています。5番のシゲルササグリ2番手、その後ろは4馬身がいて、6番のスーパームーン今日は3番手、2馬身がいて3番のアロマカフェ4番手、8番の X マーク5番手。さあ 1000m58 秒2で飛ばしていっています。2番の遠心光です。各馬3コーナーを回って、後方は4番の池ドラゴン、さらには7番のトップカミング、最後方1番のファタモルガーナ、 3,4 コーナー中間地点を過ぎてぐんぐん飛ばします。一人旅2番の遠心光リードが15馬身ぐらいに広がっています。2番手5番のシゲルササグリ4コーナーカーブ、その1馬身半後ろ6番のスーパームーン3番手で直線コースへ向かいました。うちの4番手3番アロマカフェですが、アロマカフェから先頭まで今10馬身以上あります。さあ残り400を単独切った2番の遠心光、坂を駆け上がってやや内を開けての先頭、安城を右口を振るって2番の遠心光逃げています。坂を駆け上がってくる。この間に各馬内から殺到、6番スーパームーン8番 X マーク、そして5番のシゲルササグリ3番のアロマカフェ、さらに1番のファタボルガーナ、おっと外らし沿いによれながら2番の遠心光、2番の遠心光それでも先頭だ。2番の遠心光5連勝ゴール、内を通った2着争い、8番 X マーク1番ファタボルガーナ6番のスーパームーン、この3頭2着争いです。